お待たせいたしました。皆さん、こんにちは。フリーアナウンサー、大橋ろこです。ただいまから、日本取引所グループ、大阪取引所主催、えー、北浜投資塾のウェビナー、守りのゴールド、輝くかプラチナ、ウィズコロナ、脱炭素時代の貴金属マーケット展望。 スタートいたしますさあ今回は金融基金属アナリスト亀井小一郎さんそして森田アソシエイツ代表森田孝博さんと一緒に進めていきます森田さん亀井さんこんにちはこんにちはどうぞよろしくお願いいたします,ししますあっという間に2021年も3ヶ月がもう終わろうとしております 桜満開ですね桜満開そう。桜満開で今日ねあの非常にいい日和ですので、うんえー、このような時にこのウェビナーにお付き合いいただいている皆様誠にありがとうございます,いますえ貴重なお話聞けるかと思いますので最後までお付き合いいただければと思いますさあ今日のプログラムですまずゴールドが今ちょっと冴えない動きしていますけれどもえこの後どうなっていくのか、えー、亀井さんの視点森田さんの視点お二人からちょっとプレゼン形式でお話を伺っていきます こ、えー、今年ちょっと違う動きになってきています。プラチナについても、えー、今日は森田さんからいろいろと資料をご用意いただいておりますので、お話を伺っていきたいと思います。えー、そして、皆さんから事前にたくさんの質問をお寄せいただきました。えー、ちょうど1時間後、2時からは Q&A、皆様からの質問にお二人にお答えいただくということで、進めていきたいと思います。どうぞ、皆様、よろしくお願いいたします。 それではまず最初にゴールドどうなっていくのか亀井さんの視点こちらからお話し進めていきたいと思います、はい、さあ亀井さんが今ゴールドをどうご覧になっているのかまずこちらのスライドにまとめてありますドル建て金価格の温故地震、はい、どういう意味ですか <laughs> あのー、まあ今金市場を動かしているのは例えばドルの、うん 上昇、まあ、ドルが強い状態、ドルインデックスの上昇であったり、アメリカの長期金利、まあ、10年再利回りの金利であったりとか、いろいろでそれで動いてるわけですけども、もうちょっとね、あのー、基本的な、まあ、これから、まあ、もう去年からもそうなんですけども、今後、これから金価格を、いわゆる市場で、ここにあのテーマとして、真相定流というふうに書いたんですけども、ううとして、すでにこう、 あのまあ、そこの方を流れているテーマとして金資料のですね双子の赤字の問題って、アメリカの財政の赤字と、うんはい、え貿易収支の赤字、まあ、経常収支の赤字でもいいんですけどね、この2つの赤字が膨れ上がったときに、まあ、かつて、えー、ドルがー切り下げ状態だとか、大きく値下がりしたりしてきたわけですけど、その時に金が上がってきたわけですよね。だから、はい、いわゆる温故地震というのを古きを訪ねて新しいを知るということで、かつて起きた ここに2つのイベントを挙げました。ニクソンショック。2つ目、ダン、はい、プラザ合意と。この時に起きたような、はい、あいわゆる構造が、のものがですね、双子の赤字の問題というものが、これから少し、あの、浮上してくるのじゃないかと。<同じ S 2> 要するに、まあ、うはい、そうですね。だから、そこにはショックに至るのかどうかとは別としてですね、はい、そういうふうな、まあ、あの、双子の赤字問題っていうのが、やがて、禁止条でも、今よりもなおこう、 内緒は原子量のみならずですね。あのー、意識されてきて、それが金価格を刺激してくるんじゃないかというような捉え方をしているんですよね。だからまあ、はい、古きをまあ訪ねてですよ。はい、これからを見るという新しきを知るという意味で、まずはニクソンショックなんですよね、はい。はい。ニクソンショックっていうのはなんかドルと金の打感の停止っていうふうになんか記憶していますが。 その通りです。はい、その金と1オンス35ドルで、えー、交換するよこれは、まあはい、民間ではなくて中央銀行間で交換を保証してたわけですけども、はい、これを1971年8月15日、はいえー、時の大統領があテレビ演説、夜9時のゴールデンハワーで、はいえー、発表してですね、いろいろ、もちろんこれだけの話じゃなかったんだけども、経済対、えー、方針を発表した中にこれが入ってたわけですよね。うんうん、だけど実質的にははこれは あのーまあ、金との交換がドルができなくなるということは、いわゆるその金の保証、要するに裏付けがあったからこそ、ドルは過大評価されてたんですよね。はいはい、でどういうふうに過大評価っていうかというと、ここに書きましたけれどもあの、ベトナム戦争を、まあ、当時やっててです、ね、はい、これはあの予想外に長期化しちゃったわけですよね。はい、それで戦費がすごく拡大していた。はい、それと同時に、まあ、ドル自体が過大評価されてましたから、 アメリカがやっぱり貿易面でもですね、やっぱり不利に出さされて、買わすみいですね。はいはい、で、えー、結果的にはその赤字が膨らんでいって、ニッチもサッチもっていうような状況になってたわけですよね。はい、あのー、その時に、まあ、あのー、実はもうドル売りが始まってて、実は金固定制だったんだにもかかわらず、ロンドンっていうのはですね、自由取引市場って言いまして、ロンドンのはですね、ある程度動いてたんですよね。 だからもうすでにね、うん、もう1970年ぐらいからもう35ドルじゃなかったんですよ、まあ、36とか7とか40ドルとかになってきて <laughs>、はいそ、それぐらい出さないと金買えなくなってたんですよね、35じゃなくて、うんで。それで結局、もうこれはドルまずいぞって言うんで、ドルが売られ始めたときに、はい、欧州、ヨーロッパの国はみんな為替介入して、はい、どん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 ドル買わなきゃいけない、ドル買ったわけだけど、そのドルを持っているのは嫌だから、金買えてよって言い始めてね。<laughs> はい、でどん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 、まあ、金がアメリカから抜け出いっちゃって流出しちゃうんですねで最後に、はい、あまあある意味で友好国のイギリスが、はい、これもう変えてほしいって言った時に、うん、もう万歳になっちゃった時、うん、でこれ何かっていうと実質的にそれはもう要するにそのドル価値が金にペックしてたけどドル価値が維持できなくなっちゃって、はい、要するにアメリカ自体が値を上げちゃったって話なんですね。 ものすごい戦争により借金が膨らんでドルの価値が下がっているのにペックしているっていうところがもうそれと貿易が価値とね貿易価値っていうのがいびつになっちゃってっていうことですね。持たたななくっって値を上げちゃったわけで,す、ねはい、でただこれがねあの、まあ、秘密裏にはずっと進められて。うん あの突然、ーンと発表しちゃったもんだから、もう国際通貨体制なんて、そのらーンと変わる話ですから、大混乱に陥っちゃったから、はい、時の大統領のニクソンさんの名前つけて、ニクソンショックと。あこれ、突然発表されたんですね、なんかこう市場にうう織り込ませるような、そういう,こう検討中とか、なかったんですかなかっったた <laughs> 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 その時に、ね、あの財務副次官財務あ次官次官をやってた人が はいえー、財務長官じゃなくて、ポール・ボルカーなんですけどね、で後にその人が、はいまあ、FRB の議長になって、えー、っていう,ような話につながっていくんですけどね、うんまあ、いずれにしても、うん、ここんときにあの、これで、まあ、もう自由にアメリカはドルをすれるようになったわけですね、うんはい、管理通貨制度っていいますけども、まあ、この時から、そのドルの発行量が増えれば増えるほど、アメリカの財政価値が増えるほど、どちらかというと、ドル安要因になっていくわけですけどね、これ、今に至るわけです。はい はい、そしてプラザ合意っていうのは、私もなんとなくこう記憶にあるんですけれども、うん、これもあのドルの価値をさらに大きく下落させる引き金になってますよねそうですね、これはね、はい、あのこの時は、まあそはニクソンショックというような感じではないんだけども、やはり、うんまあ、ちょうどレーガン時代で、アメリカは,あのこれは、まあ、あの大型減税やったりとか、もう財政赤字膨らむんですけどね。それとか あのどん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 規制緩和をやるんですけども結果的にはそのちょうどインフレの時代があったもんだから1970年代か80年初,初めですね、はい、でちょうど先ほどの,そのボルガーさんが FRB の議長をやっててどんどん金利を上げていくんですよね。はい もう<ー>高金利の時代だから、まあ、アメリカにはその金利高いからどんどんお金が入ってくるんだけども、うん、当然、まあ、ある面ではそこでまた、まあ、アメリカの貿易赤字が膨らんでいって、ついにその貿易戦争みたいな日本車を叩き壊したりとかね。ありました <laughs> 当時、対日赤字がすごく膨らんじゃって、うん、それ日本がもう目の敵にされていたような時がここだったんですけども、はいはい、それで、まあ、結果的にこの時もこの、まあ、双子の赤字がどんどん 膨らんできてこれ放置すると、これボ、ドルが暴落しちゃうんじゃないのという話になってきて、これは困るよなと。うん、ということで、当時の、まあまあ、G5 ですけどね、5カ国が集まって、はいえー、話しし合いでドルの切りをしようとあ市場に任せて暴落するよりはいいってことですね。うん、そうです、うん、それが1985年9月のニューヨークのプラザホテルに集まったので、プラザ合位と。 いうことになるわけですけども、まあ、これはね、あのー、ニクソンショックみたいに、それに突然起きた話じゃないんですよね。だけど、段階的に、その、まあ、切り下げていくっていうことで話し合いのもとですから、まあ、日本が一番切り下げの幅をのん飲んだとか飲、飲まされたっていうのかな、と、はい、いうことだったんですけどね。で、結果的にこの時に、まあ、金は、 段階的に280ドルぐらいから500ドルぐらいまで上がっていくんですけどね、<ー>ちょっとね、はいあの、上がりが鈍かったのはなぜかっていうと、当時、高金利時代なんですよね、あじゃあすごいこのもう、インフレを抑えるために、どんどん国にボルカーさんがやってましたからね、だから少しちょっと頭を押さえられたんだけど、はい、やっぱりそれでもが上がっていったんですよね、はい。この2つの事例を、まあ、ちょっと振り返る温故地震ということで出したということは、うん、現状もなんかこれに似たような状況になってきてる。 そうですね、これも多くの方がそう感じてらっしゃると思うんですけどね、はいあのー、もう、まあ、新型コロナパンデミックでの財政出動、はい、でこれはもう、あのー、アメリカは、まあ、ちょうど足元3月に1.9兆ドルの追加支援策を打ち出してましたけども、はい、まあ財政赤字は過去最大規模に膨れ上がってきてて、それでアメリカという国はやはり景気が戻ってくると、輸入がどん,どん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 増えちゃうんで。はい <laughs> 足元で単月の、はい、例えば物の,の赤字もですね過去最高レベル、はい、もう最高突破してるんですけども、はい、それと一緒に、まあ、要するに経常収支といって、まあ、そういう、その防衛赤字も含みますけど、相対的なものも過去最大に膨れ上がってきているという話になってきてるので、はい、まさにまあ今、足元では双子の赤字が形成されつつあると,と再びということですね。はい、そうなんですねだからこれは相番、はい まあ財政から始まってですね何かの問題になるのは、まあ、年ここから年後半また来年年明け以降というのは複数年にわたってのテーマになってくるというふうに思いますね。はいということで、まあ、この丸三の現状を、ね、認識していくというのが今日のテーマになって、はい、いろいろなスライドをここからご覧いただくんですが、はい、森田さん、今の亀井さんのこの温故地震のお話聞いて、はい、どういかがですかそうです、ね あのドルの将来性ということなんですが、うん、実はあのワールド・ゴールド・監修というところで、ここ数年、中央銀行に対してアンケートを取っているんですね。セントラルバンクのアンケート、<え>はい。そうなんですね。中長期的に、えー、準備通貨の構成がどう変わっていくかということの質問に対して、はい、多くの中央銀行は、えー、ドルの割合が減って、はい、そして、 人民元それと金の割合が増えると、えー、っていう結果が出ているんですね。はい でもちろんあの、これはアンケートですので、実際に例えば、はいえー、ある中央銀行が人民元を多く持とうとすると、当然のことながら、えー、大きな政治問題になってまいりますので、実際に実行できるかどうかは別として、はい、中央銀行、まあ、いわゆるセントラルバンカーが考えているその、まあ、世界通貨のパワーバランスっていうのは、はい、そうなっていくというような、アンケートがあります。 ご参考になればと、はい、ドルの割合減らすってことですねは。はい、そういうことになります。これについてちょっと一言加えていいですかはいあの 今週ね、あの、バイデン大統領が、まあ、初めて、その、まあ、スピーチやりましたよね。で、その中に、対中の体制強硬姿勢みたいなことが盛んに言われてるわけですよね。うんはい、でまあ、民主主義と専制主義の戦いだとかっていうようなことが、で、表題として、まあ、メディアに伝えられてるんですけども、おそらく、ある面では、ドルが基軸通貨であることを、 守るっていう面では、あの中国は行って取り込もうとしたのが取り込めなかったわけですよね。あの政治体制としても。結果的にその民主主義っていう枠外に行って独自路線を集み始めてるんで、やっぱり人民元っていうものが、やっぱりドル派遣の中にはちょっとこう、なんとなく邪魔になってくるっていう面も。 ここの私的な解釈とすると、そういう民主主義と専制主義の戦いというか、というよりも通過覇権みたいな部分も出てくるのかなと。<laughs> <ー>だから、うん、まあそこが、だからその、その辺、やっぱりそういうふうになってくると、やっぱり摩擦が高まると、やっぱり金というもの,の時代もやっぱり注目いくのかなというふうに思いますね。うん <laughs> そうですね。あのこういういい、まあ、政治状況と言いますか米中の,この摩擦を、うん 見た多くの中央銀行っていうのは、多分通貨分散ですね、外貨準備における通貨分散をもっと増やして、えー、外貨、えー、準備の,その安全性といいますか、安定性を作ろうと、はい、多分動きに、はい、多分ならざるをえないと思いますので、うんはい、その点も、はい、合わせて。 もともとね、あの、中央銀行が持つ外貨準備、ドルの比率っていうのは非常に大きい。まあ、それは基軸通貨だったからということもあるんですが、やっぱり人民元の台頭、しかもデジタル人民元っていうのを北京オリンピックに合わせてやろうというような動きがものすごいスピードで、うん、はい、始まってるらしいので、このあたりがアメリカ許すのかどうかっていう、もう一つ大きな事件が起こるかもしれないですね。うん、はい。では、ちょっとチャートを見ながら、えー 亀井さんに深っって伺って伺いいいきたいと思いますこれ、ドル建ての金価格の、はいえー、2018年以降、直近の動きですが、はいまあね、8月からやっぱりこう下がってきてますね。特に去年11月にファイザーがあーワクチンを開発成功といったところから、うんえー、いわゆる経済の正常化が早まるということで。 えー、下げ始めて、でうん、特にこの今年入って2月がですね、はい、1か月で6.6%も下げたんですよ、これドルてで、で,ですねこれは2016年11月以来、単月で1か月で大きな下げになったんですけど、それ以来の、はい、あのもうねめ、えー、イメージとしては、まあ、ニューヨークの金先物でだいたい200トン余り、えー、ロングが手仕まいされて。 で、金 ETF も、だいたい90分近く、2ヶ月、2ヶ月は売られて、まあ、85分かな売られたんですけどね。はい、だから、合わせて300トンぐらい売られたようなことなんですけども、私に言わせると、なんとかこう、表層流れが起きた。なだれにたとりとね。 だからなかなか表面的にこう積み重なっても、そーっとこう落ちちゃったみたいな、<で>規模が大き,い大きいんだけども、でただ,だから言いたいのは、そのコアになってる、ETF でもコアの投資家っていうのは中長期、例えば先ほど言ったように、双子の赤字だとかこの辺、例えばインフレもそうですけどね、そういうものを持ってる人たちは、ガチちこう、コールドしてるんじゃないかなというふうに思いますよね。 はいまあ、ETF の残高に関しましては、後半で森田さんのところの,、ね、あの指標、資料にありますので、まあ、詳しく解説していきたいと思います。うん、でもう1枚のチャートなんですが、はい、これ、左側のところと、この直近のところに丸があるんですけど、丸なんですか これね、あの、はい、要するに高値次元前に、これ、ある程度持ち合いがあって、で、あの、から、それから急騰するとしたパターンになってるんですけども、実は、あの、2011年の時、まあ、これ1900ドルを一瞬超えてって、はい。いう、えー、わけですよね。かまあ、過去最高値だった当時のですね。で、この時に8月の5日だったんですけども、まあ、現在のスタンダードプラザグローバルレーティングス S&P がですね、アメリカ国際より、 ああ、ワンランク格下げしたんですよね。ああ、格下げがあった時ですか。うん、はい。それね、はい、あのオバマ政権だったんだけど、はい、あの財政問題で揉め揉め揉めてですね、決まらないというんで、はい、この格下げ理由が。はい あの、決められない政治っていうのを理由にしたんですこれから、まあ、アメリカ国際なんで、これ世界的に影響ありますよね。はいはい、だからき、いつかっていうのは金曜の引け跡に発表してるんですね。で土日で、はい、<laughs> まあ、冷静になってよねっていうことですかね。月曜日、アダフター開けてみたら、市場が混乱しちゃったの。でそこから金が、はい、1650だったんだけども、それからまあ、250ぐらい駆け上がってったんです。13営業日ぐらいだったかな。はい。で、対してね、 こ去年。はい、ね、右が<側>。4月中旬から7月まで3ヶ月間もみ合いがあって、はいで、7月下旬から急騰するんですけどね。これね、イベントです。<laughs> 何もないの。<laughs> 何もなで去年きっちり言うとねあの新型コロナのパンデミックが第一波が終わって第二波がつまり第一波っていうのは大体まあ夏までにはもう終わるようなって言ってた前提で組んでたんですよね、うん、FRB にしてもアメリカ政府にしてもそうだったんですよねだから失業給付の割り増したとか全部7月末で切ってたんですよ。はい であの中央銀行の支援も9月で切ってたんですよ、社債の買い取りとか。はいはい、かそれがね、想定外になっちゃったわけ。はいはい、そこからこれはっていうんで、もっとお金ばらまくんじゃないかっていう話になってきたときに、マーケットがパンと判断したって。だから逆に言うと、うん、そういうそのアメリカ国債の格下げだとか、そういうイベントがないんですよね。はい、つまり私は、おそ、うん、らくそういうものはこれから控えてるんじゃないかっていうのは、私の考え方なんです。 はい、だからこれから、だから複数年の上昇になるんじゃないですか、うん、だからここで相場は終わってないんじゃないかというのは、私の考え方なんですよね。はい、円建て、大阪金先物の,のチャートもちょっとご用意いただいてるんですが。うん、そうですね、はい これも同じように一回トップアウトしたように見えるんですけど、まだ終わっていないということですね。ない。これは、あの、どちらかというと、はい、円安に、ここ、まあ、国土市に入って、特に2月以降、進みましたよね。はい。足元109円台入ってきてますけども、はい。特にドル円が売られたことによって、その、 ドル建て金価格ほど下がってないですね。うん、まあ、習慣的にね、あの、大阪取引所の方は5,800円、850円ぐらいまでざらば、まあ、取引時間中に安値はあるんですけども、引け値ベースでは終わりのベースで5,900円ぐらいなんですよね。そこしか下がってなくて、はい、まあ、そこから今、 ケースは夜間取引でも6100円ぐらいかな、すぐれ戻ってきてるんだけども、はい、まあこの辺で、まあ、1700ドル、ドル建ての価格、割れるというところが、私はちょうどもうほとんど下値なのかなって本人を踏んでますので、はい、まあここの円建ての方のも大阪取引所の方の価格も大体6000円割れというところがいいところかなというふうには思っていますはい、さあ、ではちょっとやっぱりこのね、なんで1回トップアウトし,たとしてしまったのかというところが重要だと思うんですが。 これは、あの、今年に入ってアメリカの長期債利回りがみるみる上がっていくということが、まあ、一つのきっかけというふうに言われています。あの、亀井さん、やっぱり金利の上昇というのは今年最大のテーマになってくるかと思うんですが、はい、この FOMC3 月ありました。これをご覧になってどうでしたか あの、まずね、その、ここ、これまあ、参加者の見通しなんですよね。えー、でこれ21年、22年、23年、長期となるわけですけども、うん、あの、まあ、FF 金利はもう23年まで上げないっていうようなことを、まあ、パブリック長を繰り返し言ってますし、繰り返し,まし、まあ、FRB 首脳部みたいな言ってるんですけども、さあ、その場合には実質 GDP というのが、去年の12月がかっこないですけども、6.5に大きく情報修正してきましたね。はいはい、だから、これだけまあ、 あのーまあ、瞬間最大風速的な話なんでしょうけども、これだけやはりワクチンが効いてきて1.9兆ドルの対策ってどんと効いてくるよって、その割にはインフレ率っていうのはそんなにまあ2.2と、これも情報修正してますよね、1.8からね。うん、だからそのまま落ち着くというのが、マイファルミの捉え方で、要するに、あのー、昨年相当経済も痛んだし、デフレ とい形で物価も上がってないですから、それとの比較では、これだけ高いものが出るんだけど、相場も落ち着きますよと。特に来年以降、この目先の1.9兆ドルとか、効果が薄れてきちゃうと、剥げちゃうと、やっぱり財政の崖みたいな話でね。 はい、あの財政出動がなんと減ってくるじゃないですか、そうすると落ち着いてくるっていうような感じなんですけども、ただマーケットの方はあは、いやいや、そんなことはないと、もっとインフレになってきて、はい、もっと成長率が上がるんだから、これは金利は上がるんだということで、やっぱり国債が売られてきて、利回りが上がると、1、はい、で一つで、あの長期のところが2.5になってるし、FF 金利。 はいはい。これが中立金利で2.5っていうんですけども、はい、今これアメリカの30年歳の利回りがこれに接近してきてて。 かつてこれを超えてくると株式市場が調整が起きたなんていうのが、うん、実は今日のまの、あ、日本経済新聞になんか取り上げられたりしてるんですけどもあ、はい、これは、ねまあ、確かにその過去の例としてはそうなんで、はい、まあやっぱり金融市場のみならず、まあ、株式市場含めてすべてこ,のここにやっぱりこの2.5というのがちょっと一つの,、ねはい、あの金利としては長期金利はですよね。 一つのポイントになってきそうですね、はい、この長期っていうのは30年ですね。そうで、あ、いや、これはね、あのこれは FF 金利の話なんです、ね、これは FF 金利だけど、近,のその近づいていくので警戒しなきゃいけないのは30年。30年ものの利回りです、ね。利回りですね。で、今日ご用意いただいているのは、これ10年祭の利回りなんですが、そうですね。はい。はい、これももう1.75ぐらいまで。 行きましたこれがね、はい、どんどん上がっていくのかどうかってとこ見てますね。そうですね、これまあ上がってきたこれ、あのおそらくあの最低、金利最低で、ヘッジファンドなんかでも、うん、まあそういうふうな、あの一定の流れが格差かかると、それに乗り出してけようっていう取引がありますから、はい、いわゆるモメンタムトレードですね、はい、それがやっぱりやったんで、やっぱり相場っていうのは、買われすぎ、売られすぎがあるのと同時に、目先はちょっと一回、いいとこついたのかなと。 あのさらにどうなるかというのは、やっぱり政権、FRB のスタンス次第にもなってくるんでしょうけどね。はい。まあ、この金利の上昇というのはこう、インフレをまあ先導しているというふうに言えばいいのか、それとも、この累積する赤字によって国債の発行量が増えて、その需給による懸念なのかっていうことが、どっちなのかなというふうに思うんですが、次のスライド。ははい。はい。 こ,の債務ね、これは地震系の波動みたいなんですけども、これはあの1か、えー、月あたりのアメリカの財政赤字、財政収支の,あのグラフなんですよね。上に出てるのは黒字なんですけど、下はどんだから去年はあの、これ、ボーンとこう落ちてるのはそれぐらい大変なことが起きてるっていうのをこの目に見てわかりますよね。えー、赤字、激震が走ったって感じですね。累積債務が次のスライドですはい もうこれも、あの、アメリカというのは、28兆ドルに膨らんできてて、おそらく30兆ドル超えるっていうのは、まあ日本の政府の借金が1000兆円っていうふうに言ってますけど、アメリカは3000兆円ですよね、日本円にしてね。それぐらい膨らんできてるっていう話です。ただ、このね、あの、ピッチ、増加ピッチが、あの、10兆ドルから20兆ドル、 のところが10年ぐらいかかってるんですけどもね9年ぐらいかな、はい、それからもうわずか10 20から今の28まで来るのにまあ4年ぐらいしかかかってないんですよねらその、はい、さらにこれがちょっとバイデン政権になって早まれそうだなというような感じですよねはいそしてこの債務の問題っていうのは、まあ、あの冒頭で亀井さんが指摘されていたところにつながっていくと思うんですが次のスライド、はいえー、成長率との比較で見てですね、はい GDP のですね、はい、あの、これでもう、あの、すでにこれは第二次世界大戦のところも、に迫って、これも恐らくもう今年超えるっていうような感じですね。はい、だからそれぐらいの悪化のペースだし、さらにこれだけ、それを調達するために、資金調達するために財政赤字をですね、 やっぱり国債発行が増えるっていう形になりますので、うん、これからその国債の消化っていうことがですね、まあ先ほどその大橋さんが言ったように、あの単にその景気回復だとか、インフレが期待だとかというよりも、債券発行、つまり国債発行が増加するための、その債券市場の需給の問題で、さあ誰が引き取るんだみたいなところからね、そのプレミアムタームっていうのタームプレミアムっていうのは言うけどしますけども、 あのそういうふうなもって利益、あの利回りが上がってしまうんじゃない、悪い利金の上昇になるんじゃないかみたいな、ね、ことが、やっぱり懸念されるんですよね。はい、まあ、本当にもうすでに国債の入札というのがね、みんな非常にこう緊張を持って見ているで、<ー>これが不調に終わると、金利が急騰するみたいなことが、もう出始まってますもんね。来てますすよね次のスライドなんですが発行量、はいはい これはね、あのー、うん、赤い方が、あのー、政府の入札、アメリカ政府による発行の方なんですよね。で、黄色い方はね、これは FRB が買い取ったあ量なんですけどね、金額なんですけど。右端は21年の予想になってます。これをバンクオブアメリカの推計値で、あの、二兆、まあ、今年2兆8千億ドル発行するんじゃないかと。で、うん、対してね、あの、黄色いのちょっと短いでしょう。去年より短いよね。 買う量が、はいえー、去年は FRB は3月、4月に大量の資金供給したじゃないですか、はい、国債買い取ったり、MBS という住宅ローンを担保にした証券買って、コロ,ね、コロナ対応でね、はい、2か月半で日本円で300兆円もこやったわけですけれども、はい、今は毎月1200億ドルの買い付けなんだけど、う,うち、 国債は800億ドルなんですね、はい、毎月だからこれ800億ドルかける12か月今年は9600億ドルは買うっていうのがこの黄色いグラフなんですよ。でも発行料にと比較すると。だからこのまま外で買ってくれればいいし、はい、ちゃんと入札が順調に進める。 すばいいんで,すしでまたこれが2兆8000億ドルで済むのかどうかという問題はこれは推計値なんで予想なんでそこがありますよねだからここがやっぱり債券市場にこれをですね懸念してですよで債券10年歳回りが上がってる長期金利,金利が上がるってなると FRB は買い取り国債の買い取り増やさざるを得ないようなね 状況になってくるんじゃないかです、つまり長いもの、つまり10年債とかね。それは緩和強化ですよね、買い取りを増やすっていう供給、ねね、にもつながりますよね、森田さんあの、以前ね、格付け機関にいらっしゃったこともあるんですが、はい、米国債の格付け、あとはちょっとね、これ、世界的な傾向ですもんね。はい そうですねあの先ほどあの財政赤字というキーワードが出ましたが、はい、この財政赤字を捉えて、はい、実は去年ですね、100, 100,、まあ100の国に近い、えー、国債格付けが実は下がってるんですね。100, 100に近い国々の。かしかもそれに加えて、まあ格付け会社のコメントとしては、はい、この格付けが回復する。 いわゆる逆の方向にポジティブな方に行くには相当な時間かかるというコメントが出ておりますのでまさに1、ま、つはインフレ懸念がどうなっていくか、うん、まあ注目点でありますね、はい、もうインフレ期待ではなくて懸念にいいきなりななりっちゃうかもしれない、はい、あの今まではインフレ期待のところがあったんですが、うん、まあいつどのタイミングでインフレ懸念になるか。 まあこれはあの木にとっても一つ大きな注目ポイントかと。 はい、考えています、はい、じゃ世界がコロナ対応でもう本当にたくさんの国債発行してお金ばらまいてるということが、まあ、どういうことを今後引き起こしていくのかということですよね。その通りです、はい、そして最後のスライド亀井さん、えー、アメリカもう貿易赤字というところも双子の赤字というキーワードがまさ、うんね、の、はい、もうすでにあの、うん、貿易収支赤字はもう過去最大膨れ上がってますよというのはこれ,これはもうこの図の通りで下にいけば行くほど。 赤字になってるっていうところなんですけど、例えばね、うん、あのリーマンショックの時に、その、これ、影の部分っていうのは景気後退期なんですけど、リーマンショックで一気に。こう、はい、改善してるでしょはい,はい、はい。これは、経済が傷んじゃったんで、はい、輸入がトーンとできなくなっちゃったものですからね。はい、あ,あの、これだけ改善したように見えるわけで、これ、景気悪化しただけの話なんですよ。じゃ、これから、ものすごい給付金配って。うん これをみんな使おうというときに輸入が増えると赤字どんと増えるってことあこれはちょうどそのリーマンショックのときはそういうことだったんだけど、今回はコロナ問題のときは金融機能は全く正常ですからね。はい、だからそこにお金をどんとばらまいてるんで、これは景気回復早いから。はい はい、これはもう一気に赤字膨らんじゃいますよね。ということになるわけですね。で今それすでに現れ始めてるんですけど、ね、そうですね、これ下がり始めてますもんね。このあたりがまあゴールド価格にどういうことをもたらすのかというのはちょっとまた最後にまとめて伺っていきたいと思います。はい、続いては森田さんの目ということで注目ポイント森田さんから伺っていくんですが、はい、なんといっても,もう2020年というのはコロナの1年でしたからね。ははい、はいそううですね、えー、っと今年を見る最大ののポイントと 去年、激しく変動があった、その、いわゆるその、需要分野ですね。じゃ次のスライドちょっとですね。はい。これがどうなっていくかということだと思います。はい。えー、次のスライドを見ていただくと、2020年の、えー、金の分野別動向。これが2019年対比で見ていただいております。はい、大きく申し上げると、えー、投資需要である、特に、あの、ETF が大きく伸びて。うん。はい。放食と、 中央銀行が落ち大きく落ち込んでおります。はい。え、これが、まあ今年どうなるかということですね。どうかということですね。はいえ。で、えー、っとですね。ですので、まず、あのお、まあ、えー、投資事業でありますイーテ e エ f について申し上げたいと思います。はい。えー、次の スライドに、あ、その投資に行く前に申し訳ございません。うん、あの、えー、中央を見ていただきましたので、ちょっとこう、供給の方もちょっと、えーはい、見ていただくと、実は去年もですね、コロナウイルスの影響で、えー、鉱山においてフル創業ができなかったために、はい、実は供給が4%ほど落ちております。次の、次のスライドですね。はい、そうですね。はい。はい はい。ただし、はい、もうあの今年に入って、えー、回復傾向に向かっているということですね。はい。ではすいません。あの投資需要 E.T.F 需要についてもう少し詳しくあのこれからの方向性を申し上げたいと思います。ねん<年>。はい、えー。スライドこの E.T.F のチャートの方がいいかな。え。そうですね。はい。はい、去年はですね。 あのもう皆さんご存知のように、えーまあ、あのコロナウイルスが発生してセーフヘブンを求めて大きな都市化が、はい、あの金に目を向けたために、はい、実はこ去年の投資需要、はい、過去最高を記録したんですね。投資っていうのはやっぱり ETF っていうところが大きかったわけですね。それに引っ張られて金価格も最高を更新したという状況でありました。 ただしですね、年の後半の動きをちょっと次のスライドで見ていただきたいんですが、はい、まあいわゆる非常に不覚性が高かった前半に比べて後半は一つはワクチン開発のいわゆるポジティブなニュースが出始めたこと、それとアメリカ大統領選の結果がはっきりしたということでですね、不覚性があの少し下がってきて、 年末に向けてですね、去年の。はい、実は ETF からは少し流出があったんですね。去年の末ぐらいから流出が始まっていた。うん、そうですね、はい。で、これをどう見るかっていうことなんですが、うん、まあ、あの、先ほど亀井さんの話もありましたが、まあ、あの、2月に入って、 で、まあ、あの、まあ、100トン近い流出、まあ、90トン近い流出、あったでは、はい、はい、あるものの、えー、実は、金 ETF の残高全体っていうのは、今、3700トン超、 あります。うんはい。はい、これが残高ですね。はい。で、まあ90トンといっても、まあこのうちの、まあ数パーセントでありまして、はい、まあどの商品もそうなんですが、当然のことながら短期の時差か、年下さんもいらっしゃいますので、はい。え、まあこのぐらいの動きっていうのは、まあ、あの、悲しもその、いわゆる、こう、異常な、あその、動きではない。ない。っていうこと。 に加えてですね、実は、あの、いくつか、まあ、今年の、この、この、投資需要を支える環境について申し上げたいんですが。一つは、はいえー、確かに、えー、ワクチンの接種が始まっているものの、投資関係の不確性っていうのは本当に根本的に低下するんだろうかっていうのが一点と、もう一つは、まあ、先ほどもお話ありましたが、えー、実質金利はここに来て上昇はしているものの、 ただし、えー、中期的に見た場合には、やはり低金利環境が維持されるということ。それと、あの、これも先ほどお話ありましたが、えー、コロナ経済対策で財政赤字が世界各地で、えーはい、上昇しておりまして、まあ、インフレ懸念が高まっていること。うん、それと、まあ、あの、 株価はですね、まだ高い状況にありますが、それに対する警戒がまだ続いている。従って、そのヘッジニーズを感じている投資家さんが、はいえー、まだいらっしゃるということでですね、はい、今年も一定程度、この投資需要というのは期待できるのではないかというふうに考えております、はい、はい、これ一番最初のスライドのところの、はい、一番上の項目ですねそうですね。はい、はいえ えー、それに対して、うん、去年、非常にダメージが大きかった飽、はい、食需要ですね。はいはい、実は飽食需要は、えー、過去10年で申し上げるとも、えー、いわゆる金需要の過半を占めているんですね。昨年、えー、実はあの統計史上最低のトン数を記録したんです。飽食需要が。はい。はい まあ、それだけ悪かったということ悪かったっていうのは、コロナの影響で動きがなかったんですかね。え,え、あの、一つはそのコロナの影響でロックダウンが起きたこと。それと、やはり経済が後退して消費者心理が冷え込んだこと。はい、それと、金価格は高騰しましたので、はい、やはり、まあ、様子見を取るえ消費者が増えたということで、大きく落ち込みました。 ただしですね、えー、今年に入って、えー、いわゆるそのロックダウン等の、まあ、行動制限、はい、これがまああの、まあ、全体としてはまあ緩和傾向にあること、はい、それとまあ世界経済の回復に伴い消費者心理も改善していること。 うん、それと金価格も少し落ち着きを取り戻したということでですね、宝、え、飾、ー、品は、えー、回復傾向をたどっていくのではないかと考えております。はい、実際、ちょっと、あの、これまでの経緯はどうなのかということを、はい、えっと、グラフで見ていただきたいんですが、こちらはですね、はい、中国とインド、これ、二大需要国なんですが、はいえー、昨年の第一四半期からの四半期ごとの 重要を見ていただいております。はい、で、えーまあ、これを見ていただくと、中国に関しては、実は昨年度第2四半期からすでに回復傾向。 ありまそうですね。はい。はい、で、中国はロックダウンが早くて、解除も早かったっていうことで、第2四半期が回復しています。はい、えー、それに対してインドはですね、はい、回復は第3四半期を待たないといけなかったんですよ。これもロックダウン遅くて、えー、うん、っていうことなんですが、えー、ただ第4四半期はですね、えー、はい、もう急速に回復しているんですね。はい。 で、しかもですね、もう一つ申し上げると、これは数量ベースで見ていただいてるんですが、インドについては、すでに金額ベースで、昨年の第4四半期っていうのは、2019年第4四半期に比べて、まあ、抜いてるところか、過去最高なんです。はい、金額としては、ねでね。はい、まあ、それだけ潜在需要が、まあ、あ 強いということを示唆していると思います、はいで。さらに今年に入って中国はどういう状況かといいますと、はい、中国の最大の中央区っていうは、実は春節の期間、節はい、至急正月の休,の休暇期間なんですね。はい、で、今年はどうかっていうと、これ、あの、金の消費量という形で、えー、統計を,を,を取って報道されてるんですが、80%。うん え増えてるっていうこと。あ、すごい。<laughs> はい。それと、インドに関しては、1、2月の木の輸入量が154%増えてると。はい。え、あの、えー、っと、ということでですね、中国、インドとも、と、え、も、ー、にですね、非常に順調に回復してるということで、えー、まあ、あの、期待はしたいと思います。はい。これが非常に重要なのはですね、実は、 金の、えー、その、この宝飾品の需要がですね、金が提供する、いわゆるディス,ディスクヘッジ機能ですね、心、これを支えてる面がありますので、えー、従ってその宝飾品の動向っていうのは極めて投資家にとっても大事であるということを合わせて申し上げたいと思います。はい。えで、次に、<あ>えー、はい。中央銀行、三つ目のポイントで、中央銀行なんですが、はい、昨年、はい。 はですね、えー、2019年に比べて大きく低下しております。で2019年が、えー、過去最高だったものですので、えー、まあ、あの、えー、いわゆる変化率、えー、昨年、えー、2019年に比べて変化率が大きかったということなんですが、これも、えー、その大きな要因としてはですね、これコロナウイルスによって世界経済がやっぱり低下して、はい まあ活動が低下して、それに伴って多くの国において、外貨準備がやっぱ不安定になったんですね金も外貨準備の一環でありますので、はい、まあ様子見を取る中央銀行の数がそこそこあったということで、このような状況になっていると。 いねはい、特にね、2019年の金買いが中央銀行大きかった感動が思いっきり出てるということですね。はい。で、次の、あのはい、もう少し、えー、と短期のこれ月ベースの需要を見ていただくと、ちょっと不安定やっぱりなってきてますよね。と、うん、いうことですね。ただしですね、先ほども、あのあの お話ありましたが、やっぱり経済、えー、回復が、まあ、徐々に軌道、えー、に乗ってき、えー、たこと。それに伴って外貨準備も少し安定してきてるんですね。はい、えー。それが一つ。それと、あのー、昨年実はあのー、こう月ベースでマイナスになっている銀行 中央銀行があるということは、売却した中央銀行もあるということなんですが、はい、多くの場合はですね、はいえー、いわゆるその緊急経済対策で金を活用してるんですね。金を保有する目的の質はまさに非常時に備える、はい、ということですので、まさに2020年はその目的で使ったということで、はい、むしろ金に対する、まあ、認識がですね、はい、再確認 されたと保有する意味についての参入しかされたということで、またあの外貨準備が安定してこればですね、はい、え購買意欲が、えー、上がってくるのではないかというふうに考えております、はいはい、このグラフの、まあ、下にこう、ねうん、抜けているゼロから下に行っているところが、はいえー、中央銀行が金を売却した形跡があるということなんですが、特にどの国が売っていたっていうのは <laughs> はい。あの、実は、あの、グロースベースで最大の売却国っていうのはトルコだったんですね。トルコ。はい。ところがですね、ネットベースで、いわゆる売りと買いを両方でネットした場合、最大の購入国って、実はこれもトルコなんです。激しいですね、トルコ。はい。え、い。これはなぜかって言いますと、実は、あの、民間需要が非常に大勢だったんですね、トルコの。民間で、はい。はい。 えー、ところがですね、あの、コロナウイルスでやっぱり画家準備が不安定になっているので、トルコっていうのは基本的に大きな産金国ではありませんので、はい、需要が増えると海外から輸入しないといけない。そうすると外貨を使わないといけない、はいで。これを避けるために何をやったかと言いますと、中央銀行が持っている金を、えー、まず市中銀行に放出して、じゃあ民間向けに、はい 崩したんですか放出したわけですね。<ー>はい。は<ー>それで、まあ、それが、まあ、その行為がですね、いわれ売却として計上されたがために、はい、ええー、いわゆるトルコの金の売りが最大になったわけなんですね。なるほどで。トルコ全体でネットベースで見れば、中央銀行も民間も,も全部ネットベースで見れば、はい、実はかなり去年買いましたので、はい あのということで、そのえー、売ってる国の,おその大きな一部はです、ね、必ずしも金に対するう、まあ、信頼、あるいは期待が低下したために、そういう行動を取ったわけではないということに、注意していただければと思いますすそうですねトルコの場合は、民間需要が強いから輸入できない分、それを崩してあげた、で、他の国で金を売ったところっていうのは、やはり経済対策に活用したということで、はい、金の本来の価値っていうのは、そういうところにあるわけですよね。困った時 にこれ使えるっていう。はい、それの再確認ができたような1年でもあったっていうことですね。はい、はい、えー、亀井さん、なんか ETF の残高がやっぱりこのすごくこう。流出して、はいうん、それが故に今金価格が下がってるというふうなお話があるんですが、はい、このちらっと見ますと。とまあ、流出してるって言っても、そんなに <laughs> 大きく凹んでるわけじゃないですね。 これはですね、そうですね。あの、全体的に見れば、はい、まあ、森田さんがおっしゃるように、あの、本当、うん、大したことないし、それともう一つ、はい、先ほどの森田さんの話の中で、インド中国が、まあ、第四四半期戻ってきて、ね、実<住>あの、実戻ってきて、はい、で、この年明けもその、高まってるわけですね。インドの二流が増えたりとか。つまり、はい、ETF の売りをですね、あの、実需の、インド中国を中心としたアジア実需がカバーしてるんですよ。うん ETF ででどんどんん現物売ってくるでしょ、はい、その反対側で価格が下がってきたらわあ、はい、待ってましたって言うんで下がったことをウェルカムなんですよね。と彼らは実注買いをしてるんで、うん、ETF 欧米投資家が売るものをアジア中心に引き取ってるのが今の構ですなるほの今金利上昇局面に入ったということで、うん、なんかもう金利がつかない金はもう終わったんじゃないかという声もちらほら聞こえてくるんですが、うんですね、決してそんなことはないだろうというのが。 アジアの,その金を買っている人たちは、はい、もうアメリカの中央銀行がどうであろうが、長期金利なんか全然気にしてなくて、欲しいわけで、<laughs> 安くなってきた金を買っているんですよね。はい、だから、長期金利を気にしているのは、欧米の投資家は、まあまあ、ですね。われわれも含めてですから。そうですね、あのえ実はあのコイン需要。 と言いますかね。はい。あの投資の中のこう<化>過去最高を叩き出してるんですね。うん、去年。はい。でこれはまああの。 えっと去年の経験からあ、まあ、去年1年の金の動きを見ると、まあ、先ほど中央銀行で申し上げましたように、やっぱり金を保有する意義っていうのは、あちこちで世界各地で、えー、再認識されていますので,で、こういう意識っていうのは長期中長期的に働いてきますので、まあ、その辺 は、やっぱりポジティブな、まあ、その一つのポジティブな、まあ、あのトレンドとして考えていってもいいんじゃないかなというふうには考えております。はい、ありがとうございます。では、ここからはまあ、輝くかプラチナというのが今日の一つのテーマでもありますので、プラチナの話題に移っていきたいと思います。さあ、森田さんにいろいろ資料をご用意いただきました。はい、これもえっと。 まず次のグラフを見ていただきたいんですが、ごめんなさい、需要のグラフを見ていただきたいんですが、実は動きは金と似ているんで、まあ、需要構想は多少違いますので、やはり投資用が、はいえー、増えて、うんえー、その他の、まあ、いわゆるその産業用、うん、自動車を含めた産業用が、えー、大きく落ち込んでるっているとまあ 飽食もですね、まあ、同じような構造になっておりますこれがどう変わるかですね二十一年、はい、そうですねやっぱり一番キーは自動車需要がどうなるかで実は投資用需要が大きく上がってきた理由の一つにやはり自動車需要がこれから好転するんじゃないかなと いう面もありますので、えー、やはり最大の関心ポイントは自動車分野の需要にならざるを得ないということになります自動車というのはやっぱり職場としてまあ廃棄をきれいにするという役割を持っているわけですよねはい、はい、そうですねで、実は自動車需要についてはあの、はい、ここ数年ずっと低下傾向にあって たわけなんですねこれ,これ、えー、過去4年ぐらいの四半期ごとの自動車需要を見ていただいてるんですが <laughs>、はいえー、徐々に下がってきてきるとはやはりディーゼルエンジンの触媒としてのプラチナということで考えるとディーゼル車の人気がやっぱりちょっと落ちているということが大きいんですかね。 で去年はですねやはりコロナウイルスの影響で、はい、まあ自動車生産自動車需要大きく、えーはい、あの落ち込んであのこのような状況になっているわけなんですがただその後急速あの急速に回復しております、はい、で第四四半期を見ていただくともうすでに前年よりも回復しているっていうことですねそうですね足元ではい、はい、これはそうですねそれはあのまあ一つはそのおいわゆるその今まで生産でき なかったせあの量を、まあ、あのキャッチアップベースで生産して,るっていると,ということ,とはい、はい、それプラスして、実はもっと構造的な要因が、えー、ちょっと3つ挙げたいと思います。これはあの、はい、注目ポイントにあの書いてありますが、1つはですね、はい、実はあの、えー、1台あたりの量、あの台数は自動車 プラチナの触媒を使う自動車の台数は減っているものの、実は詳しく見ていくと、うん、1>, 1台当たりの使用量っていうのは,は増えているんですね。うんはい、でそれはなぜかと言いますと、はい、あのこれ、ご存知かも分かりませんが、各国でかなり厳しい排ガス規制が引かれておりまして、ヨーロッパとか中国とか、それをクリアできないと。 自動車メーカーには非常に多額の罰金といいますかね、ペナルティが課せられるので、はいうん、とりあえずこれをどうやってクリアするかっていうことが、えー、今あの、重要課題の一つであります。で、はい、それに対処するためにより多くの商売を使ってクリーンにするということと、はいうん、あとは、えー、先ほどディーゼル車がちょっと落ちてきてるっていうを言いましたが、うん、最近あの、はい、クリーンディーゼルっていう非常にあの環境対策に優れた ディ、えー、ーゼルがあって、それの実は、えー、売り上げ、実は増えてきてるんですね。そうなんですねクリーーンディーゼルただ、これもあくまでもやっぱり短期的にその、うんえー、排ガス規制に対処しないといけないということで、えー、短期的に少しこの面で需要が上がってきていること、はいはい、それが一つですね、はい、それともう一つは、えー、皆さんもご存知のように、パラジウムの価格が非常に上がっております。はいはい <laughs> で実は。 金あのそのえー、プラチナもパラジウムも自動車触媒として当然使えますし、はい、その代替も実は過去も起きておりますのでその大きな問題ではないということでですね、はいえー、高くなったしかも、えー、しここ、まあ、2年ぐらいで明らかにパラジウムがかなり高い価格で定着する可能性もあるということでですね、まあ、自動車メーカーもそれを捉えてより安いプラチナにシフトしてもいいんじゃないかなと。 議論が高まってきて、はい、実は今、静かにパラジウムからの代替の需要っていうのは、えー、増えているんですね、はい。グラフがありますので、でちょっとご覧いただきましょう。はい、2020年から2022年、2025年、これちょっと予測も入ってますかね。 もうあの自動車のいわゆるその、まあ、新車を出していくタイミングというのは大体3年から5年でありますので実際にここ2年でこのパラジウムとプラチナの,その価格差が定着するという考えてから、まあ、自動車メーカーは当然行動し始めますのでそうするとです、ね、実際に、えー、プラチナより多く使った、えー、新車が出てくるのはやっぱり3年後とか。 徐々にまあ5年後とかっていうふうになっていきますので静かには増えているもののこれからですね本格的に増えるのはこれがあの今見ていただいているのはまあ一つの予想なんですがやはり2025年まあ新車が大きくまあデあのそのモデルチェンジでたくさん出てくる2025年あたりここにまあジャンプする、え。ー 様子が見えると思いますパラジウムの方が価格が圧倒的にこう、はい、高くなってプラチナが安いということで、はい、高いものから安いものへのシフトがやっぱこうやって進んでいくとでスケール感が多分分かりませんので一つ、えー、付け加えますとです、ねえー、2022年というのはパラジウムから大体いいいい、まあ、40万オンスぐらいあるんですがこれはどのぐらい えー、自動車需要現在の自動車需要、はい、おに対してどのぐらいのパーセントを占めるかというと、これも15%ぐらいなんですね。すご,いすごいですね結構な,結構なはので、まあ、これ、本当にこういうようなことが起きるかどうかということは見守ってい,いかないといけないんですが、まあ、もし、えー、実際に目に見えて加速すれば、ですね、はいえー、プラチナを動かす大きな原動力の一つになると思います。割合 修正っていうのが起こる可能性を秘めてる話ですね。はい、そして右側<で>はい。はいえー、電量電池自動車ですね。これ、うん、あの実は電量電池自動車もしあの。 台数が増えれば、1台あたりの実はこのプラチナの食場の使用量っていうのはガソリン車のもう10倍とかそういう、うん、あのあたりの数字になっていきますので、はい、えこれがいつ出てくるかということなんですが、ただ今やっぱり脱炭素 <laughs> え社会に向かって、えー、どの国も舵を大きく切っているところでありますので、えー、まああの ここに見ていただいているのは一つの予想でありますが、えーまあ、あの2020年の後半には、まあ、ちょっと加速的に出てくる可能性があるのかなと、はい、いうことで、こういうような実は動きを捉えて、ですねいわゆる、えー、の電源値というより長期なんですが、えー、中期的にはパラジウムからだいたい短期的にはその、えー、環境を廃棄せ、えー の環境への、はいえーえー、対応でですね、えーまあ、プラチナに明るい、えー、方向性が見えるんじゃないかということで実はあの価格も、えー、上昇してきてますし需要も増えていると。価格、はい、の表をちょっと見ていただくとですね。あのもう そうですね。はい、あのこれあの、えー、ニューヨークとまああの日本のおおそのプラチナの価格見ていただいてるんですが、えー、去年のおその真ん中あたりからぐっと上がってきてることがあの多分分かっていただけるかと思います。はい、これがドル建てで右もう一枚目が <laughs>、はい、次のページが円建てですね。円建てですね。同、はい、じですね。はい、同じようなはい。 とということですねで実際にそのじゃあ投資需要がこれを先行してこういうことを、まあ、あの期待して、えー、実は投資家が先に動いているんですがこの ETF の残高を見ていただくと、はい、やっぱり積み上がってきてるんですねそうですね、はいはい、これ、明らかなその統計はないものの、まあうん、いろんな話を総合するとやっぱりあの金と同じようにこのプラチナの ETF の投資家もですね、はい、実は長期投資家が多いと。 はい、いうことがあの少しずつ分かってきておりますので、はい、まあそういった意味でやっぱりプラチナの将来差に対する期待が非常に増えてきているということですねそれが一つ二つ目のポイントですねその投資家の動きがこれから、えー そのまあ、プラチナの需要が、特に自動車分野の需要が、えー、加速するにつれて、こういうペースで、まああのえー、投資マネーが入ってくるかどうか、とと、はい、いうことですね、はいはい、次のスライド、ETF の流入・はい、流出の推移なんですが、ここ2年、2> はい、やっぱりこれ、流入ですよね、はいはい、増えてますね、まあはい、これがどういう,うな形で継続していくのかということですね。はい、はいええ アップサイトポテンシャル、まだあ,のあると思いますので、はい、排、はいまあ、ガス規制の強化ということで、プラチナの使用量が、1台当たりの使用量が増えるということが一つと、あと燃料電池、これ、水素自動車ですね、これがまあどんどん増えていくということ、そして、まあ、高いパラジウムからプラチナへの代替がまあ進んでいく可能性があるということで、今、割安修正が起こっています。こう供給の方はどうなんですか、はい、そうですねあのこれも あの1つの特徴として申し上げていいかと思います。うんはい、で、鉱山生産を見ていただくと。実はあの明らかな。 低下傾向にあるわけなんですね左側を見ていただ一,一番右の,その2020年で、あの隣で2021年でこれ予想であります。はい、えただ昨年までのを見ていただくと、昨年はコロナウイルスの影響でかなりあの低下しているんですが、中長期の傾向を見ていると、明らかな低下傾向にあります。はい、でそのの一つの理由としては実はあの プラチナ価格がここ45年と言っていいんでしょうかね、かなりあ,の、えーまあ、あまりこうあの動かない状態、も <laughs>、はい、<laughs> し低下傾向にあったために、ですね、はい、鉱山会社の、えー、鉱山投資というのも実は減って。 きててまして、はいえー、これ右側を見ていただいて分かりますよやっぱり相当減ってきてますのでこれが影響して、はいえー、新規の,、まああの生産が、えー、期待できないとまあ鉱山生産が期待できないということでですね、はいえー、供給がタイトになっている。 行く可能性あるとしたがってその需要が実際にもし、えー、増えてきて、えー、供給が、えーまあ、あの少し横ばい状況になっていくとまあ えー、中級、そのバランスがタイトになっていく、でこれが科学にどう影響するかということも合わせてて考考ええななないといけないかなといととけかうふうに考えております、はい、亀井さん、はい、プラチナはかなり割安に放置され続けてきたんですが、うんえー、それがゆえにプラチナと金の、まあ、スプレッドですね、この価格差っていうのが、とんでもなく去年、広がりま1000、はいうん、ド,ドル開きました、ね、<laughs> マックスね。<laughs> これが今ちょっと修正して、えー、縮小し始めてるんですがこのの傾向っていうのは続くんでしょうかね、はい、あのー、ほらさっきのちょっとあの金のところで話した双子中地うんのんっていうようなテーマっていうのは実は金、はい、時まあせいぜいシルバーであって、はい、プラスはあんまり関係ないんですよねそこはねまあもちろん、うん、あの連れ高連れ安はあるんだけどもだ、はい、けど私は思うのはあの 自動車会社が生産ラインをなかなか、例えばパラジウムがすごく高くなって、プラシナと大逆転してしまって、はい、プラシナ安いからプラシナにって言うと、やっぱり生産ラインに変えるとやっぱりリスクがあるんですよね。だけどね、ねはい、今新しい流れが起きてきてるのは、どうもそれが進みそうだなっていうのは、はい、あの、さっきの燃料電池車じゃないですけども、先行きは、はいはい とりあえず、その、化石燃料を燃やす車から電気の方に変わるわけですから、はい、今だったらばプラ、安いプラチナに生産ラインをシフトして、それでディーゼル車の生産がだんだん細っていくとてその先にあるのは、あの、水素の電解装置を作るだとか、燃料電池を作るとかって需要が待ってるわけですね。はい。だから、今、おそらく環境としては、プラチナに、パラジウムからプラチナにっていうのは、あのー、まあ、 そういうシフトがですね、そういう将来見越した生産ラインの,あの変換ということが起きてきてもおかしくないんじゃないかなというふうに私は思います、ねはい、パラジウムっていうのはガソリン車の直売ですよね、うん、でガソリン車っていうのはどんどんやっぱり、うん、な2030年には新車販売禁止みたいなところ、ね、出てきてきますからそれと GGM 車はもうプラスの OK ですからね。はい だからその今あのディーゼル車だからそ,のそ,そこをどんどん,どんプ,ラあのプラチナの分を、まあ、変えていくみたいなねあの、うん、パ,パラジムの分をですねはい、はい、じゃあ森田さんやっぱりプラチナの割安修正というふうに今は映るんですがただの修正ではなくて、えーまあ、注目されていくということで につながっていくわけですねあのやはり構造的に、まあ、特に自動車分野の需要が好転するかどうかっていう、やっぱりグリーン・ソーサイエッに向かって、はいえー、プラチナの役割っていうのは本当に上がっていくかどうか、はいまあ、いわゆるそのもし起きるとすれば、そのいわゆる価格調整というよりは、需要の構造変化に引っ張られるような価格、うんえー、の、まあ、変化というなっていくのではないかなと。 いいいううに考えてまますすはい、ありがとうございますえここまで「輝くかプラチナ」というところでお話を伺ってまいりました。それではここからは皆様に事前に頂戴いたしましたご質問ピックアップしておりますのでこのご質問にお二人にご回答いただきたいと思います。ではまず最初の質問ご紹介しましょう。ブランドによっては金貨 プラチナコインなどの購入が難しくなっているんですが、世界中で需要が増えて、溜め込んでいるのが原因でしょうかそういう質問です。いかがでしょうか亀さん。はい、これはね、あの、溜め込んでるというと、誰かが意図的に改善してるみたいな感じなんだけど、そうじゃなくて、先ほどちょっとあの森田さんの話がありましたけども、やっぱコインがすごく売れてるとか、うん、そういう。はい あの、実需っていうか、現物のがですね、やっぱり、金貨だとかプラシナ貨っていうのが売れてるんですよね。はい、で、あの、今ね、あの、スイスで、イタリアとの国境に製錬所があるんですけども、例えば私が聞いてる話だと、これ、宝飾メーカーが、あの、そうですね、ペンダントヘッドなんかにコインを使ったりするんですけどね。はい、それをね、鋳造するのを注文しても、2ヶ月増しだとかなんかになっちゃってるんですよ。すごい意超、えー すごい静錬所自体があの去年はコビットまあ新型コロナでいろんな影響があったりとか止まったりはしたんですけどそれじゃなくて今はでも下がってきてるしその現物需要がすごい高まってるので静電所自体がですね実はもう2019年ぐらいまではあまり売れなかったから生産設備だとそんな増やしてないじゃないですかそこにこうどんとこう需要が来てるからあのすごく忙しくて。うん だからなかなかやっぱり、品薄になっているというのは、ちょっとそういうことだと、私は思いますね、うんうん、森田さん、購入が難しいぐらいに今、もう注文が、はい、オーダーダが多いと実際そうだと思います。例えば2020年の金貨、はい、いわゆるオフィシャルコインの需要はどのぐらいあったかというと、270トンぐらいあったんですね。<ー>で、2019年に比べて33%増なんです。はいで これはですね、あの、まあ、それ、まあい、いわゆる過去最高の需要があったということと、はい、サプライチェーンがやっぱりコロナウイルスで、えー、まあ、困難したということが、うん、えー、まあ、一番大きな要因ではありますが、えー、その他にですね、えー、例えばその、えー、金貨の需要を全の 年の前半と後半に分けて考えますと、去年の前半というのは、実は中国、インドでロックダウンが起きましたので、うん、物理的に買いに行けない方たちが多くて、うん、マイナスだったんです、中国、インド。はい、ところが、えー、欧米諸国というのは、インフラがとと整っておりますので、実は前半からもうあのア,メリカアメリカとヨーロッパの一部では3桁の増加率だったんです。 あじゃあ、ちょっと西側と東側で違ったんですね、状況が、はい、やっぱりそのオンラインで買うインフラがあるということですね、はいはい、それに加え、前半もそういう状況だったんですね、ところが後半は、ですね、はいえー、欧米はあの今お話ししましたように、ずっとこう好調だったのに対して、インドと中国は独断が緩和になって、 買えるようになったので、またどーっとお客さんが来たわけなんですね。で、そこでやっぱりサプライというか、供給がえー、その遅れてるっていう。い <laughs> まま、遅れたということと、あと実は、えー、もう一つ、今年に入ってもですね非常に好調なんですね、金貨の需要って。はい、でアメリカで今、一つ起きている、アメリカは今年に入っても私、記憶間違いなければ、やっぱり3桁の増加を見てまして、ですね、はい、でプラスして、アメリカの,その造幣局がですね今、イーグルコインのデザインを変えてるんです。そ、うん、そうなんでですかれ これはあの金も銀もプラチナもそうなんですが、それで一応、供給を、そういうことで供給も制限しているということもあって、品薄になっているということなんですね。ですので、大きな要因で言うと、やっぱりあの需要と供給が今、ちょっとあの需要がオーバーシュートして、ある面から言うと、急激にその増えて、供給のほうで少し打物、 製造面で、えー、いろんなこう問題、状況があって、少しこうあの薄くなってるということで、今のような状況になっているというふうに認識しています、はい、じゃあこの世界中で需要が増えているというところはその通りということで、えー、作るのが間に合わないような状況に今あるということで、品薄だということですね。で、はいはい、では続いての質問です プラチナ需要が盛り上がっていくと言われる割に、OSE もイメックスも板が薄くビットオファーがワイド。これスプレッドですね。これが広いのはなぜでしょうか現物需要があっても先物需要はないのでしょうか売りと買いの値段がちょっとワイド広がっているようですということなんですが、亀井さんいかがでしょうかうん、うん、そうですね。あのー、まあもともと今 Nimex というか、まあアメリカの方は、<laughs> あのー、まあ、 金属の取引の中心ってやっぱりゴールドとシルバーなんですよね。はいえー、だからあの、どうしたいかというと、もうプラチナ、ないしもっとパラジウムの方はもう少しあの規模は小さいんですけども、はい、あのー、まあそういう、その、その、まあ商品としての、まあナイメックスの中では、やっぱり重点的にやっぱりゴールド、シルバーに行きがちだし、比較的やっぱりプラチナっていうのが少し薄くなれるっていうのは、その点はあるんですよね。むしろね、はい プラチナ発金に対してのシンパシーというか強かったのが実は日本の投資家なんですよね。はいはい、だからあの例えばあのプラチナと金価格が逆転したりしたときに、はい、あの現物の投資需要がバーンと盛り上がったのが日本なんですよね。うんだからその先物取引でもかつて、まあ、今の大阪取引所の前にかつての,その東京工業品取引所ですとか。はい 東京商品取引所だとか <laughs> あの、かつてやっぱりナイメックスニューヨークよりもちょっと東京の方が少しですね、あの割と取引多かったっていう時。 あるんですよね。東京がプラチナの価格を作ってたっていう時代がね、<う>ありましたね。はい。ありましたね。だから、それぐらい、だから、まあ、ナイメックスっていうのは、だから、まあでも、まあ、まあ、大体、そうですね、あのー、取り組み自体は、まあ、重量換算すると100トン余りありますけども、まあ、あの、やっぱり金なんかで比べると、やっぱり、小さいですよね。で、でだって、大阪の方が、ちょっと薄いっていう話はですね、これは、あの、ある部分では、 その移行期みたいな形で、今、取引所、総合取引所構想の流れの中で、はい、東京商品取引所から大阪取引所に関するとかっていう形の流れの中で、今、構造も改革して出てきて、はい、出てきたところですよね。はい、だから今 あの、ちょうど、これから、そういうふうな、あの、まあ、広めようっていうような野先に入ってるので、はい、ここからどう育つかっていう、さらにですね、というような状況になってきてて、はい、その、ちょうどそのタイミングで、実は新型コロナが。<laughs> そうですね。っすはい、<で>まさにね。がね急落したっていうのは、先ほどのちょっとチャートにありましたけども、うん、600ドル割れるなんていうようなことが、これもイレギュラーな話で、え、はい、ですよね。 だからそこから今こう立ち直ってきてて、で、金利との価格差がどんどん縮小してきて、で、バイデン政権が誕生して、要は再生可能エネルギーで水素だっていう話がテーマとして乗ってきてるっていうのが、これからそういうふうな新しい、その材料性っていうかですね、まあ株式市場も同じですよね、テーマ性を帯びてきてるのがプラチナです。だからそのテーマ性という面では、やっぱりプラチナというのは再生可能エネルギー水素運動というところでは、 あのそこを見据えて、おそらくこれから取り組みも増えていくんじゃないかなと、ですねねそういうふういいふに思いますけど、ねはいはい、私は OSE でプラチナ先物、トレードしてますけど、ね、<笑><笑>ただ、私の場合、そのビットオファーを気にするほどの短期でやってないので、もうちょっとスイングと中長期でやってるので、あ,<ー>あんまり気にはならないですけどね、うんうん、これからもっとと厚みが出てくるといいでですすよねねそうですね、はい、続いてはシルバーの見通しについて教えてくださいという質問がありました。さあ 森田さんシルバーどうですか。そうですね。あのまあシルバーはご存知のようにやっぱり経済が回復するまあ大きく回復時期においてまあ過去に、えー、過去の経験から見てもまあ価格は上昇する傾向にある。 ということ、はいえー、それと、まあ、定期に環境がしばらく継続される、えーまあ、あるいはその、まあ、先ほどドルの、まあ、行方についての議論がありましたが、はい、その構造的にドルがあのその上がっていく状況にあるかどうかということを考えてもです、ねえーまあ、シルバーは、まあ、ある面から言いますと、えーまあ、環境面では、まあ、良好さがあ そのしばらくは、えー、継続されていくのかなと考えているのと、はい、あとはやっぱり脱炭素社会におけるその銀の役割、例えば太陽光発電パネルで、まあ、銀は使用されますし、あとは電気自動車についても、はい、あの使用されますので、まあ、そういった意味ではまあ構造的に 銀、えーまあ、に目を向けるようなあの要因もありますので、まあ、そういった意味では、銀、まあ、はですね少し楽しみがあるのかなというふうに考えております亀井さん、シルバーってあの、アメリカで話題になったロビン・フッターたちが、<laughs> はい、レディットを通じてちょっとこう煽ってあげようとしたみたいなことがありましたね、ね最近。はい、はい こういうのはあんまり良くないですよね、青森、まあ、<り>でもあの、個別の株式の銘柄と違って、やっぱりある程度では市場規模が大きいですから、はい、なかなかあのつて、うん、まあ,あの、シルバーっていうのは本当に、かつては半島兄弟の買い占めだとかですね、はいはい、なんとかで急騰したりしたわけですけども、それは結局、その、やっぱり利用性の問題が,ってのが出てくると、やっぱり最後急落して終わるっていうパターンなんですけど、それで彼らは、 おそらく今回、ロビンフッダーは、その金に対して割り、金がもうか過去最高値更新してるのに、50ドル、シルバー50ドルあったわけだから、なぜこれは安いのかなっていうところがもそもそもだったと思うんですけどね。ちょっとやっぱりそれは無理があって、大体多くの見通しっていうのは、大体まあ30ドルくらいかなっていうのが、うん、あの主役的なシルバーの、まずはそこ30ドルどう超えるかというね。まあ一瞬超えたこともあったんですけどね、今回ね。うん だけど、そこをどう定着しなかったですかね。まずそこを超えてっていうのは、シルバーだと思うんですよね。はい。あとはですね、はい、インフレ懸念ですね。これがどこまで高まるかによって、うんまあ、影響してく、えー、る可能性もあると思います、はい、コイン需要という意味でやっぱりアメリカの人、シルバー好きですからね。はい、結構、現物買うみたいですね。続いての質問です。 株や債券と値動きが違うために、ポートフォリオのリスク分散で金に投資しているという投資家もいると思います。もしそうだとしたら、今より仮想通貨がメジャーになると、金投資から投資家の資金が仮想通貨に流れていく。金の人気が落ちるということは考えられますかはいえー、っと 私の方かからお答えしししてよろいいでしょうはまさに、えー、ご指摘がありましたように、まあ、金にはポートフォリオ効果があると、それはその分散効果を提供できる、うん、あるいはその、えー、いざという時きに政府へ分を提供できるという,ような役割があります。じゃあ、はあ、そういったそのポートフォリオ効果を、えー、仮想通貨が提供できるかどうか、答えは まだわからないんですが、ただ少なくとも今のところそれを、まあ、そういう効果があるっていうことを裏付けるデータがない、はい、あるいは不十分っていうことですね。それに対して、金はですね、えーまあ、検証に耐えうるデータがまあ十分にあるということで、えーまあ、もし、 ポートフォイ効果を求めて、あるいはリスクヘッジを求めて金を、金に投資して、えー、いるのであればです、ねえー、仮想通貨に、えー、すぐに置き換えとして、まあ、あの仮想通貨に移るということは、まあ、可能性としてはそんなに高くはないのかなということが一つと、もう一つはやっぱり規制面で、えー、いわゆるその仮想通貨、まだ流動的な。 あところがありますので、ところ、やっぱりどう見るかというの、もう一つ大きなポイントだと思います。はい、はい。あの、まあ、その二点がですね、はいえー。お答えになっているかどうかわかりませんが、はいえー、まあ、その投資家が、その仮想通貨をそのに投資するときに。まあ、金との違いで、多分大きく意識するところではないかと。 ううに考えております、はいまあ、仮想通貨も、まあ、ETF という商品ができて、まあ、あちこちで、ね、それが話題になっていたりするんですが、まあ、インドがこの仮想通貨というものを全面的に禁止するという報道もあり、えー、イエレン財務長官、アメリカの財務長官が仮想通貨というのは非常にそのエネルギーを使うのでよくないというネガティブな発言をしていたりしますから、まだ本当に分からないですよね、はいあの。実際アメリカの SEC っていうのは一番ポピュラーなあのビットコインの ETF についてまあ認可をしてないはずなんですね。うん、もうここ2、3年ずっとこう申請をされている方がいらっしゃるんですが、はい、あの全く認める動きが今のところ見せておりません、はい。亀井さんはビットコイン、この仮想通貨と金、どのようにご覧になりますか、うん、まずあの仮想通貨についいて言ううとその金融当局っていうか、まあ、その規制が どう入ってくるのかって、そこが一番怖いですよね。規制されると、なんかこう、はい、やっぱり取引の根底から変わってしまう可能性が出てくるので、その規制の仕方によってはですね。はい、そこが、例えば、その、うん、あの、ビットコインで決済できないっていう、ね、それにすると制限かけられちゃったりとかですね。そういうような話が出てきたりするのでちょっといっぱい怖いですよね。それと、はい、金銭使用ってのは、やっぱり先ほどのちょっとのインド、中国の話をしましたけども、はい、それがすごく広いので、うん、あの、そういう その実物資産としてのあのまあ、まあまあ、長い歴史を持つ金とやっぱり今仮想通貨の比較っていうのは少しちょっとやっぱり今の目先的な比較なのかなという気はしています。やっぱり両方 <laughs> まあ、おそらく平日はするんでしょうけどね。はいまあ、よく金と比較される。そのマイニングされる採掘量の上限があるということでね。はい、比較されるんですが、かといって。じゃあ、その実需家がいるか、投機投資と実需という。 まあその市場の厚みという意味でやっぱり金には及ばないかなっていうことですよね、はい。はい はい。わかりました。ご質問いただきました。皆さんどうもありがとうございました。ご質問は以上となります。ということで、え投資におきます参照判断、皆さんご自身で今後慎重に行っていただければと思います。えまた、金やプラチナについてもっと学んでみたいと思われました方は、こちら、北浜投資塾のウェブサイト、商品の仕組みや実際の取引事例など、さまざまな動画がございますので、こちらの動画で勉強していただければと思います。 また、大阪取引所では、仮想の投資資金を元手に、先物オプション取引を体験できる OSE 金プラチナ先物オプションシュミュレーターというのがあります。このたび、金先物価格が大きく動いた2020年の7月から8月の値動きを再現したシナリオも公開していますので、ぜひこちらも体験してみてください。利用用もちろん無料となっています。 そして最後に一つお願いがございます今後のサービス拡充の参考のためぜひアンケートのご記入のご協力よろしくお願いいたしますアンケートをご記入いただきますと大変励みになりますどうぞよろしくお願い申し上げますアンケートはチャット欄コメント欄にリンクがありますこちらから投稿いただければと思います皆様のアンケートご記入お待ちしております さてお時間となりましたえ今日は土曜日の昼下がり最後までご覧いただきありがとうございました亀井光一郎さんそして森田孝博さんお話ありがとうございましたおありがとうございましたはいそれでは皆さんまた次回お会いいたしましょうご覧いただきありがとうございました